その後もいろいろ陸前高田とかね、いろいろところ回ってみました。実際にこう波の音が聞こえたり、香りはするんだけどもなんか変だなという景色がね思いまして、ふと見るとそうか、波をね、夜堤防って言ったらいいんですけど、名前が違ったらごめんなさい、があったりとかでね、そういう対策もしながらとはもちろんあるんですけども、やっぱりこうどんどんね、よさこいでまた元気になれるこう機会ができたらと思いまして、私もたくさん踊ってまいりました。そんな中でね、よさこいの中でまたお友達ができまして、筑西道の駅さんでは初めてなんですけども、私真壁桜の会のマリちゃん代表ともすっかりお友達になりまして、今日はなんと一緒にマリちゃんが踊ってくれるってことなんですよ。じゃあマリちゃん呼んじゃいますね。マリちゃん、マリちゃん待ってました。かわいいピンクのハッピーはーい、ありがとうございます。今日はね、私が一人だってことでマリちゃん踊りに来てくれたの、すごい嬉しいです。お姉ちゃんって私慕っておりますなんてなんね、のお姉ちゃんはい、そんなわけでいやさか秋田行きたいと思います。へんばゆみちゃん、行くぞ。はいよ、いやさか秋田、かぶ。
ありがとうございました。どうでしょう、これが総踊りです。皆さんお気づきですか、今の。